何年ぐらいだと思います。10年ぐらいだと思います。出んの？あの神社のも出んの。10年ぐらい。南部屋五郎への。なんで短いんだけど、もっと出せないの。あ、この方法はいい方法だな。おはよう。元気？この屋根門は何の門？なんか分かんない。あまり見たことがない。名古屋の熱田神宮。ああ、なるほど。これは本物の神宮の。今日は名古屋の熱田神宮門。いい意味わかります？ちょっとこもり、雲みたいね。雲かな。すごいね、あまり見たことがない。面白いね。それはスダイングまあもちろんスダイソからまたスダイングの鏡もまあ本物の鏡のようなの形がしてるね。ヤダの鏡大体みんな丸いでしょ。これまあこういうまあ本物のヤダの鏡誰も見たことがないの伝説あるけど、大体写真とかそういうところこういう花みたい。おわけで結構細かく確かに。古道の方で。うん。確かに。古道の方ね。でも古道の方にしちゃう。ああ。あこの、羽の。案外。古道はね、案外横にね、スーッと流れてる。これも綺麗飛んでるぐらいの風景かもしれない。作品がやっぱり何人か変わってるからね。うん。こういうもある。結構羽すごく。本当にこういう長く。多分屋根にもバランスを取るようにそんな形になってるの。屋根あんまり広い屋根でデザインではないから。あんまりでかくないからね。そうそうそう。あんまりあのやこうでかくしちゃうとね。そうそうバランスが。バランスが。
戸屋根のこう扉、わらびてから進むのこの結構きれい、細かくきれいね、本当にこの銅みたいな、この銅の彫りを探しを取って、うん、取ったところ、これ屋根門はアスタジングの同じ門だ。こも終わったらすぐね、もう手を並べて、あの打ち上げ、打ち上げだね、打ち上げ後だね。これ次はどこ行くの？